どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さん、ステイホームしておりますか？このステイホームの期間中にこのガズレレ YouTube チャンネルでどんどんウクレレやってる方が増えていらっしゃるというふうに思っております。ご活用ください。そして今日はですね、以前撮った動画をアーカイブアップロードということでまたやってみようと思うんですけど、今日はね、結構なお役立ち動画でございまして、お家でねウクレレ弾いて楽しいって夢中でやってると、例えば隣近所の人に迷惑になってないかなとか、ね、家族からねちょっとねいいけどさちょっと うるさいなって言われたりしてません？はい、その時にすごく役に立つウクレレの音をね、ちょっと夜とか練習する時とか、周りに人がいる時に気遣いのためにちょっとこう音量を下げる方法っていうのをご紹介してるんですよ。去年撮った動画、2019年に撮った動画がございます。それをやるだけで音量がすごい下がるので、ね、もう思いっきり弾く時間も設けてもらいたいけど、夜とかちょっとこう、中でこう練習したい時に、音ちょっと抑えたいなっていう時に、便利な動画、シェアしたいと思います。この後その当時の動画、1年前の動画、ボッとこう丸々シェアしますんで。で、終わったらまた私ここで登場しますんでね、最後までご覧になってください。はい、ひとまず、はい、ウクレレやったことない方、ここ行ってください。そしてその本編が終わってから、またここの画面に戻ってきますので、最後までぜひご覧になってください。それでは音、音量、ウクレレの音量、緊張が気になるな、みんなに気になるなという方に、ちょっとお役立ち動画。はい、どうぞ。どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっとお役立ち動画です。たまにね、いるんです。家、家族からうるさいって言われちゃうとか、なんかちょっと近所のね、近所に迷惑になってないからウクレレの音大丈夫かなとかってですね、結構気になりますよね。このウクレレの音って地味に響いてね、遠くまで聞こえるんですよね。だけど、コロコロして可愛いんですけどね。でもなんか、例えばなんかね、やってる人にとっては、まあ人によってはそれがね、やっぱりね、しょうがない、そういうのはちょっとやっぱり気を、使うっていうのも、ことも必要だと思うんですよ。そうしたい、なんかどうしたらいいかなっていうことをちょっと、アイデアとしてシェアしたいと思います。まず、ウクレレってこれ、弾くとまあもちろん音が出るわけですけど、どうなってるかっていうと、基本的にはこのボディが響いてるわけですよ。ここの穴ぼこからこう音がポーンと出てるわけですよ。はい。で、1個目、一番まず手軽にできる音量を半分にする方法があります。このね、穴をね、塞ぎます。何で塞ぐのがいいかって、クレジットカードでも何でもかんでもいいんですけど、まあ、このガズはこのね、コースターが結構いいんじゃないかと思う。おしゃれだしね。じゃ、ちょっと実験、聞いててね。このぐらいの音量出てますよ。出てましょう。じゃ、出てますでしょ。はい。これをこう、ここにこう、さっとこう、挟むわけよね。ね。そうすると、急にちょっとこれ、音やっぱ、半分というかちっちゃくなったでしょ。もう一回。ほらほらほら。これに対して、これ、どう？はい。これまずお試しだな。そして、これはですね、じゃあどうやってやろうかっていうんだけど、これマスキングテープっていうのがあるぞ。これはのりのね、粘着が緩やかだから、剥がしたり貼ったりしてもそんなに塗装に影響ないとは思うんですけど、とはいえね、すごい高級クレーのラッカー塗装とかちょっと気をつけてもらった方がいいと思うんですけど、こんな感じで、糊が弱いマスキングテープ、剥がせるテープですね、つまり。それをこうやって貼ったりなんかして、なんかだいぶ音ちっちゃいよ、これ。はい。剥がしてみようか。ね、実験ですから、これは。剥がすよ。そして焼く。やっぱだいぶ音が、これでちっちゃくなるぞということが分かっていただけたと思います。まず1個目のね、アイデア。はい。こうやって穴を塞ぐ。これを覚えておいてください。あとはですね、まず手軽な方法なんですけど、これはちょっとどっちかというと、練習というよりは、この右手のストロークの練習になるかなって感じだと思うんですけど、皆さんはもちろんこのティッシュペーパーなんかをですね、1枚取り出しまして、これをくるくるくるっとこんな感じで、まとめのして、ここの隙間にこう入れちゃったりなんかするんですよね。こんな感じ。はい。こんな感じですよ。こんな感じ。そして、音響かないよ。だけど、コードがちょっとわかりますもんね。ここ、うっすら全部の弦にここの位置で当たってるわけ。それプラス、これ。これで蓋しちゃったらどうなる？
これが結構期待できますよ。ほら、これがいいかな。ガズさん、これおすすめしたい。このブリッジをこうティッシュペーパーみたいなのでちょっとこう押さえて、この穴を塞ぐだけで相当なんかこう、家で練習するには、音はもちろん伸びないけどね、なんかこう、ちょっとコード感もわかるんです。わかるでしょ。はい、で、あんまりこれをね、あのギュッとこう音止めちゃうとコード感がなくなっちゃうのと、あとこのティッシュペーパーとかこの、なんかこのこれを、この位置がね、こっちに来るとね、ちょっとより音痴になっちゃうね。コードがちょっと気持ち悪くなっちゃう。なるべくこっちのブリッジのこのギリギリのところにこうスッとこう当てとくと、音がこの中でも何でもかんでもみんな踊りを踊ってって練習できると思います。これ結構おすすめかな。で、まあ例えばこのハンカチとかバンダナをここに入れてもいいんですけど、ちょっとこれだとガッツリ音が止まりますよ。これだとこうやって、こんなのもいいかもしれない。ほら、こうやってね、こうやってこんな感じです。そうするともう何かっつったら、もうこれもコード感は分かんないから、このリズムを取る練習、チャッチャチャッチャチャって、こういう意味ではこの練習になるかもしれないですね。コードを押さえて、ね、ここのイメージトレーニング、例えば、すっごい壁が薄いホテルに泊まった時とか、こういうのいいかもしれないですね。はい、で、こういうのもあります。で、はい、まあ、ちょっとここからはガズレレ独自のロジックですけど、覚えてますか、このガズレレのウクレレリュックサック、この大ベストセラーになった幻のメイとダブルネームしたね、このこれウクレレケースですからね。これご存知ですか、こうやって入るんですよ、これがバッチリと。これはね、もう本当にものすごい売り上げを記録したガズレレ、俺がガズが考えて、これすごいスタイリッシュじゃない、これウクレレ入ってんだもん。そこの実はね、この中にこういうのつけてるんですよ。これ何かというと、このマジックテープがついてるんですけど、このこうやってね、このバッグの中でウクレレが動かないようにこうキュッとここで挟むとこう安定しますよっていう、このベルトなんですけど、実はこれもう一個使い方あって、これ外れるんですよ、このベルトがね。このベルト、これを使ってみると、これそもそもそういう設計だったんですよ。すごいでしょ。はい、このメイの方と開発したんです。これを弦の間にこうマジックテープをこう挟むわけですね。これキュッと、これで音を止める。はい、これちょっとね、コード感はちょっとないです。もうだからチャカチャカチャカで、このストロークね、微妙にコード感残るかな。でこういうのもいいですよ、マジックテープでこう音を挟んで弦を止める。あと女性の方だったら、あ、長いヘアピンがいいかなと思って、ちょっとね、僕100円ショップで買ってきて試してみたんですけど、やっぱね、プラスチックだったからあんまり良くなかったな。なんかうまいものあるかもしれない、ちょっと軽く挟んであげるのがいいと思います。細ければ細いほどね、このコード感は分かるということで、これこういうのいいと思うんですけど、実はですね、このリュックサック、もうすでに完売でございまして、申し訳ないなと思ったんですけど、今いいのがあります。チャンスです。全国の島村楽器さんで、このガズのウクレレリュックを販売しております。これはですね、ちょっとこれも限定商品なんで、今ある分だけですから、お店に即確認してください。これ全く同じ。これがもう、このデザインを、新しい、これメイなんですけど、新しいロゴマークになり、素材がね、変わったんですよ。これ、島村楽器さんが推しているエコプロジェクトの一環で、再利用の生地を使ってて、すごくいいですよ。でここにも、ここに、さっきのやつが付けられるようになってるんですけど、販売して、買うときはね、ここについてますから、これが。これもちゃんとメイのロゴ入り。これでミュートがついてます。ここに書いてありますね、ほら。この素材ね、このエコ素材でやってます。このメイのブランドの。このリュックサック、島村楽器さん売ってますんで、速攻連絡取ってみてください。はい、これは、まあ、ウクレレリュックですからね。はいはい、このリュックはいいんですよ。会社行くときもね、ウクレレのケース持って行ったらね、あんたウクレレやってんのとか言って、なんか嫌だなっていう人いいじゃないですか。もう、普通のリュックサックですから、これ一見ね。なんで、全然ウクレレが入ってるって、わからない。そういうスタイリッシュさがいいかなと思って作ったやつでございます。そんなこと、あともう一個ね、リズム練習としてガズがたまに面白いことやってるので、二通り紹介します。CD とか音源を流す。うちはね、アレクサが入ってるんで、アレクサって言ったら反応しちゃって。アレクサってAI スピーカーなんですけど、それに何とかかけてとか言うと、音が流れるじゃないですか。例えば CD でも何でもいいですよ。それをかけながら、その変数に合わせてこうストロークの練習するんですよ。その時左手、
触ってるだけでこのリズムの練習だけするわけですね。これが結構有効です。これ音結構ちっちゃいから、はい、もっと言ったらもうほんと膝でこれだって十分リズムの練習はできますよね、はい、これどんどんやりましょう。これはですね、電車乗ってるか車運転の信号待ちの時でも聞こえるわ。こんな風にできるわけですよ。いろいろなんか楽器がなくてももうね練習できるわけですから、こういうのいろいろ対応して音が出てなんか迷惑だなと思った時はいろんな要素に頭のイメージトレーニング、コードもねイメージする、これも結構大事ですから、はい、皆さんあのね毎日の生活の中でやってるとねうるさいとか言われちゃったらちょっとねキュッとなっちゃうから、ちょっとこんな一工夫でまたより豊かに。で最後にもう一つ皆さんに大事なことを言いたいと思います。あのですね、家でねこうなんていうかな、まあこっそりっていうんですか、こうなんていうの、あんまりねこうなんでもかんでもってちっちゃい声でばっかり練習してると、いざバーンと大きいところで大自然のところで歌おうとかなんかみんなでワイワイやろうっていう時にね全然できなくなっちゃうんですよ。なんでたまには本当ね、あの難しかったらカラオケボックスとか行って弾くのもいいかなと思うんですよ。思いっきり弾いてあげてください。ウクレレもね思いっきり鳴らしてあげた方がねきっと喜ぶと思いますよ。声もねあの出るようになるし、あのそれを、どっかでやってくださいね。あ、練習家でねやる分には、まあ、そういう事情もあるんでしょうがないと思いますけど、たまには思いっきり弾いて思いっきり歌うやってください。ありがとうございました。本日はお役立ち動画になりました。音の大きさ気になる方ぜひ参考にしてください、はい、いかがだったでしょうか。結構いいでしょ、あのここをこう蓋するとか、はい、なんかティッシャーさんとかいろいろやってましたけど、そしてですね皆さん、ガズレレではですね こんなようなねあのウクレレやる上で困ったなとかこれどうしたらいいのっていうねお役立ち情報に答えてるね動画をめちゃくちゃいっぱい上げてるんですよ。これ見たら本当に役立ちますから、だからお役立ち情報ということでプレイリストがあります。 YouTube のここちょっとプレイリスト見てみてください。これ次から次へと流れるプレイリストになってますんでね。あとホームページの中でもウクレレお役立ち動画というページがありますから、ちょっと概要欄のところにもリンク貼っときますんで、ぜひぜひご一読ください。これはねもう見といた方がいいです。必見です。まあまあそういうことでもねやっぱこう触ってねこう楽器を めでるなんていうか豊かさっていうのも感じられてると思うんですけど、皆さん大いにねやっぱり音楽を楽しんでいただいて、こんな時だからこそやっぱこう気持ちをグッと込められてこう夢中になれるものに向かって、笑顔もやっぱり大事だと思います。ご活用くださいませ。はい、でウクレレガズレレのこと、このガズレレ .com のホームページ見ていただくとものすごくいろんなもの出てます。であの動画の中でねリュックサック紹介してましたけど、あれ島村楽さんにもあるんですけど、これもね今新しいリュックサック新型リュックサックとして出てますんで、これもあのお願いします。これはミュートのあのマジックテープはついてないんだけれども、これもすごくいいものですよ。そんなような情報とかこのウクレレとかこの帽子とかもう T シャツとかいろいろグッズもありますんで、こんな時だから音楽やって乗り切っていきましょう。ガズレレ .com、チェックの方よろしくお願いいたします。それでは皆さん楽しく音楽やろう。さよなら。